泉敷を見ると人が歩くとこんな感じね。だけどこれ見てください、トナカイさんが歩いてきたのかな、あれがずっと続いてます。はい、これ護岸工事地でやってました。終わって、重機なくなったなと思ったら、こんなことになってました。ちょっとこの辺見てきてみましょう。豊平橋、今行ってここはね、見てないんだ。あれが豊平橋、ちょっとカメラに降りてきましたけど、これなんか工事現場があった。石川さんはこっちを通って行って、ちょっと一つ一つと人間が歩いたんですよ。でこれ見てください、これが鹿の爪、鹿の足ってこんなに大きいの。結構抜かるんですよね。これが鹿が21匹歩いてた。びっくりですね。鹿が21匹歩いてたと思われる場所に来ております。びっくりですね。もうちょっとね、足跡見てみたいですね。足跡ね、これなんかちょっと分かりやすいな。知ってんだろう。これちょっと変わった動物たちもいますね。これはなんだろうね。でそこのラインはね、スキーじゃないかなと思う。結構ね、抜かりますね。